皆さんこんにちは、弁護士の伊手谷義雄です。このコーナーではメインランドチャイナ、香港、台湾の法律を専門の弁護士が解説します。今回のテーマは中国ハイブリッド法務です。前回は中国では中国共産党が全てを指導し、法律は管理の手段であることをお話ししました。このことの帰結として、中国の法律は政治の影響を受けることになります。さらに中国の法律は政治だけでなく、経済や文化の影響も受けます。したがって中国法は法律だけではなく、政治や経済や文化を視野に入れてトータルに理解しなければなりません。中国共産党が行う政治が法律に反映します。経済や文化が法律に影響します。私は30年前からこのことに気づいて、中国はハイブリッド法務だと呼んでまいりました。具体的には政治の法律への影響が一番わかりやすいでしょう。中国では国家安全に関する法律が多数制定されています。中国共産党が国家の安全を重視し、それを実現するための手段としてあらゆる面から法律を定めています。国家安全法がその基本です。その下に反スパイ法、あるいはデータ規制に関する法律などなどが並んでいます。今度は経済が法律に与える影響の例として、独占禁止法があります。2022年、昨年改正が行われ、罰則が強化されています。で、最後に文化が法律に与える影響ですが、中国では昔から上に政策あれば下に対策ありということわざがあります。中国の文化と法律の関係は興味深いものがあります。もっといろいろと話したいのですが、今日はここまでとします。私の著作、中国ビジネス法大全を読んでもらうと詳細をご理解いただけます。ここまで聞いていただきありがとうございました。